はい。まあ一応開始はしたけど、人が集まるまで待ちましょう状態ですね。乗らないですけどね、まだ。遅いですね。あ、ちょっとね、ごめん。あのね、ラグがあるんよ。ラグ。まあ、20秒ぐらいかな。多分ラグがあると思うな。なるほど。アドケルさん、こんばんは。今、こう、あつきさんが、ちょっと秋葉カードの、こう、LINE ライブの配信をしてるんですが、こちらも時間になったので、始めていこうと思います。まあまあ、ちょっとね、人が集まるまで5分ぐらい、待とうと思いますので、ちょっとお待ちください。毎週ね、火曜日にやってたベヒーモスのオンラインレクチャーですが、今日で最後となりました。今日はピザがトーマスを教えてくれます。お願いします。お願いします。声は聞こえてるかな？声聞こえてます？これ大丈夫ですか？うん、全然大丈夫。結構クリアに聞こえてるわ、はい。なるほど。あ、結構人が増えてきてますね。17人、すごい。やっぱりあれかな、トーマス、今回のテーマがトーマスだから。やばい。みんなやっぱトーマスを教わりたくて来てるのか、もうピザさんに会いたすぎて。ピザさんの配信見れるなんて、つって集まってきたかもしれないです。自宅公開しますからね。あれ今って結局、新潟市だっけ長岡？いや、なんか、結局、行ってないっす。長岡なの？はい。結局、長岡です。練習してんの？練習はしてますよ。週3くらいですか、ね。まあまあ、そこそこしてるな。あれだよ、ツイッターじゃないわ。インスタとかに動画上げてよ。練習動画。え？ああ。今度あげますわ。みんなさん結構上げてるから。そうですよね。そう。結構モチベになってるあれ。いやー、あげよう。まあ、そういうことでね、今日はトーマスをレクチャーするんですが、まあ、40分ぐらいかな。あとはまあ、ピザ次第って感じで。はい。っていうか、トーマスなんだって思ったけどね。いや、なんか、たかひろさんが、スレッド、なんか、最初スレッドにしようかなと思ってたんですけど、ね。あ、やべ、かぶっちゃった、つって。何しようかなって思って。まあ、やっぱね、ピザといったらスレッドか、まあ、エアーチェアかみたいな。まあ、でも、あれですか、あの、直屋さんがエアーチェアやったじゃないですか。まあね、まあね。どうしようかなって思って。まさかのトーマスで笑ったわ。トーマスにしようって思って。まあ、という感じで5分ぐらい経ったんで始めていきますか。このね、はい、動画は一応アーカイブで残すつもりなので、はい、まあ、後で動画見てもらえればと思います。はい、ということで、基本的に僕はミュートで見てるので、ピザさん、あとはよろしくお願いします。はい。では、さらば。はい。はい、じゃあ、はじめまして、ベヒーモスっていうチームで活動してるピザって言います。よろしくお願いします。で、今日は、トーマスフレアって言ったりする人もいるかと思うんですけど、まあ、トーマスっていうパワームーブをレクチャーしていこうかなって思ってます。はい。で、トーマスなんですけど、結構手首とか、まあ、痛めたりするんで、まあ、ちょっと柔軟を、まあ、ちょっとしようかなって。あと、まあ、トーマスって、結構、まあ、自分的なあれなんですけど、まあ、筋肉結構大事で、結構、
極論なんですけど、まあちょっとその筋トレとかも教えていけたらなって思ってます。はい。じゃあ、始めていきます。はい。トーマスで結構大事なのが、腰を落とさないってことなんですけど、あ、まずトーマスって、どういうやつか、ちょっと見せます。はい。よっ。トーマスっていうパワームーブなんですけど、ちょっと、これ何ですか?2週しかできてないやん。もうちょっとやった方がいいですか。いや、まあまあまあ、今分かりました、分かりました。どうですか。大丈夫です。まあ、こういうパワームーブなんですけど、まあ、結構手首とか痛めたりするんで、はい。で、とりあえず、柔軟方法が、まあ、手首いろんな人いると思うんですけど、なんかまあ、普通に手首は、こんな感じで。で、あと、まあ、伸ばしたりとか、してもらえれば、いいと思います。はい。よいしょ。まあ、回したりとか。で、あと、筋トレ。まあ、なんかトーマスって自分的になんか肩に乗せに行くことが大事だと思ってて、で、なんていうんですかね、体幹トレーニングでいいのかな。なんか体幹トレーニングで、なんかこういうやつがあると思うんですけど、これを自分は、なんかトーマスは高校生くらいの時にできたんですけど、どれくらいかな、なんか1ヶ月くらいなんか自分でその練習方法を、まあ、作って、まあやり続けたら、なんか1ヶ月くらいで一周回せるようになったんで、まあちょっとやっていただけたらなって思ってます。はい。でまずじゃあ、とりあえず、まあ、この体幹トレーニングを、まあ、30秒くらい、これ見えてますかね。見えてるよ。これでいいですかね。これ見えてます、ね、うん、見えてる見えてる。はい。で、腰に手をまあ当てて、で、この腰を上にちょっと上げるイメージで、で、できるだけ肩に体重を乗せるイメージで、まあ自分は30秒くらいやって、まあ終わったら、反対の方よいしょ。こんな感じで。まあこんな感じで結構自分はやってましたね。はい。で、じゃあまあこれからやり方から入っていくんですけど、なんかトーマスっていろいろ入り方あると思うんですけど、まあ一番多分基本的なトーマスの入り方を、まあ、今日は教えていこうかなと思ってます。はい。で、個人的に、まあ、トーマスの入り方って、なんか、こういう入り方なんですけど、
個人的に2ステップから入りやすいと思ってて、なんで、まあ、ちょっと、まあ、2ステップ、わかんない人、まあ、いたら、ちょっと、多分 YouTube とかに載ってると思うんで、ちょっとそれを見て、参考にしてください。はい。で、自分、トーマスの周りが、韓国系周りなんで、まあ、自分は左チェア、まあ、軸手が左なんですけど、まあ、右の人は、まあ、自分のその動きを、まあ、逆にしてもらって、はい。自分は右はできないんで、左しかできないんで、はい。お願いします。じゃあ、まず、まあ、やり方、まあ、まず入り方なんですけど、まあ、とりあえず2ステップしてもらって、こんな感じで。で、この、出した左足を引きます。で、まあ、正面が、うん、なんだろう、まあ、時計で言う、まあ、12時だとすると、まあ、7時半くらいかな、短い針が、まあ、7時半くらいの、まあ、個人的なあれですけど、まあ、7時半くらいの場所にこう置いてもらって、で、できるだけ、まあ、開きすぎず、開かなすぎずっていう場所、まあ、自分でちょっと探してもらって、で、引きます。で、そしたら、自分の場合は、左手かな？左手を置くんですけど、で、ここは結構大事で、2ステップします。引きました。で、この手の内が、肩。この肩のまっすぐの位置かな？に置くようにしてください。で、まあ、前すぎるとブレちゃうし、まあ、後ろすぎてもブレちゃうんで、しっかりと、まあ、まっすぐ、ちゃんとした、まあ、肩から、なんて言うんですかね、下がる位置、まあ、直線になるように、はい、まあ、置いてもらって、で、置きました。で、そしたら、まあ、左足を、こう回してくるんですけど、円を描くように回してください。なんていうんですかね、こう、直接行かずに、こう、円を描くように回すのが大事です。で、2セットしました。出します。で、置きます。で、そしたら回すんですけど、できれば、ここまで、行ってほしいです。で、ここめっちゃ一番重要なんですけど、回すときに、まあ、出すんですけど、絶対に、腰を、まあ、ケツとかを、練習すると思うんですけど、絶対につかないようにしてほしいんですよ。なんか、これ、2ステップします。引きました。置きます。で、うわ、疲れたってなって、ケツついちゃうと、まあ、個人的にトーマスは、なんか筋肉だと思ってて、ちょっと筋肉は、まあ、言ったらつかない。なんか、ような練習になっちゃうんで、まあ、できるだけ、腰は、回し終わっても、浮かせるように、こんな感じで。で、まあ、イメージ的には、肩に、乗せ、なんていうんですかね、まあ、足を意識するってよりは、なんか肩に乗せるような、イメージで
まあ、肩が先かな。なんか足を回すっていうよりも、肩に乗せて足を回すっていうイメージで、はい、やってもらえると。できればなんですけど、まあ、個人的な練習方法なんで、まあ、わかんないですけど、足を、この空いた手で、こう持てるようになると、すごいいいんですけど、こんな感じかな。よいしょ。まあ、こんな感じで、回してもらったら、止める。この状態をできるだけ作ってほしいんですよね。で、これができるようになってくると、結構初心者にありがちな、こういう打ち方とかが、まあ、なくなる。まあ、ちょっとやってみてほしいんですけど、まあ、多分、初めてトーマスする人多分、最初で落ちると思うんですよね。こんな感じで。で、多分、ケツもついて、まあ多分足もこうバタッてついて。で、まあ、筋肉がまあつかなくなっちゃうんで、なんかちょっと楽したいっていうか、まあ、筋肉がつかないことになっちゃうんで、できる限り腰は浮かせて止まる練習。まあ、手はまあ、つかなくてもいいんですけど、できれば、ここで、しっかりと、止められるようにしてほしいです。はい。なんか、コメントが、質問とかがあれば。そうですね。質問とあれば、もう全然コメントしてってください。よろしくお願いします。これ、コメントってどこで見るんですかね。じゃあ、コメント来たら拾ってこうかな。これ見れるんですか、自分でも。見えるよ。見えるんだろう。体温値が過ぎるな。やべえっすよね。さ、グッドボタンとかバッドボタンの隣にさ、チャットっていう欄ない？え、ないっす。なんでだろう。嘘だ。じゃあまあなんかコメント来たら拾ってくわ。はい。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。なるほど。はい。今んとこないです。はい。じゃあ次いきます。よいしょ。で、まあ、ここまで来ました。そしたら、まあ多分今、右手、まあ持ってるかまあ空いてると思うんですけど、それを突きに行っちゃってください。この空いた手を突きに。で、突くときも、この腰は浮かせた状態。もう絶対にケツはつけないようにしてください。はい。で、回します。で、固めました。で、右手を突きに行きました。で、そしたら、まあ、ここから、トーマスの多分一番難しいところ、まあ、後ろ、まあ、大体、まあ、ちょっと慣れてくると半周はできるんですけど、多分ここまではできるようになると思うんですけど、この後ろの一周がめちゃくちゃ難しくて、で、ここの、まあ、練習方法、まあ、自分なりなんですけど、まあこれから教えます。はい。で、まあ、ここまで行って、手をつけたら、この左足を蹴っていいんで、この後ろに、このさっき体幹でちょっとやった、この形にしてもらって、この状態から、この形。にしてもらったら、この左足かな、もう自分で言う左足を蹴っていいんで、こう後ろに蹴っていいんで、蹴ったらこの
一番最初に自分がここで止めてほしいって言ったこの形まで行ってほしいんです。こう出したら、こう出したら、この形、この浮かせた状態の形までに持っていってほしいんですよ。で、まあ、これを、どれくらいかな、まあ、1日10分くらい、15分か、15分くらい、毎日やってたら、まあ、1ヶ月くらいでできるようになったんですけど、まあ、多分、いろいろ、まあ、人それぞれなんで、まあ、わかんないですけど、まあ、ちょっとやってもらえたらいいなって思ってます。はい。コメントが来てます。はい。全力でトーマスお願いします。はい、わかりました。やばいですね。待って。本当にいけんの？いきます。いきます。なんか湿気がやばいんですよね。床の。怪我しないように、怪我しないようにして。はい。はい。どうでしょうか。だそうです、塩さん。あともう一個、逆手の乗せ方はどれくらいの配分ですか。はい、配分。どれくらいの配分ってどういうことやの。配分か。あれかな、重心移動、その、どれくらい重心乗せますかみたいな。足が回ったどのタイミングでですかね。なんだ、ピザ的には右手ついたとき。左手とついて、右手ついたときに乗せた。難しいな。配分って結構難しいな。どうだろう。あ、重心ね、重心。そうそう、そこの右手の、右手、どれぐらい乗ってるかみたいな。どれくらい乗ってるか。まあ、個人的には、多分足が、この、まあ、こう多分、回ってくるじゃないですか。で、この、回ってきた、ここ、この状態で、多分、ここの状態になったら、多分、手を変えに行くのかな。あ、タイミングじゃなくて、多分。多分、そんな感じ。その、左手から両手行って右手に乗せる、うん、右手に乗せ替えるタイミングの話じゃなくて、その右手に乗った時の体重 乗せてる割合みたいな感じじゃない。ああ、もう 100% 右手に乗り切ってるのか、そんなこう完全に乗り切らないままなのかみたいな、多分そういうことだと思うんだけど。ああ、完全に乗り切ってますね。おー、もう多分 9割10割は9割10割、うん、まあほぼ多分10割かな、うん、だそうです。はいはい。部屋何畳ですかって。部屋っすか。部屋6畳っす多分。お、結構広そうに見えるけどな。6、いや、なんかめっちゃどかしたんですよ、いろいろ。あ、入りと同じくらい乗ってますかって、あの今言ってた右手は。だから左 の、そう。はい。あって、この入りの乗ってますね。ああ。乗ってます。はい。あ、結構なんか質問が来ますね。逆手ついたときって、最初に手をついたときと同じように肩からまっすぐにつく感じですか。はい、ああ、さっき。そうですね。90度というか、腕をまっすぐみたいな。あ、そうですね。それが一番ベストですね。やっぱり、肩からちゃんと、下がってないと、まっすぐになっちゃうと多分ブレたりとか、そうね、じゃあなので、はい、まっすぐです。はい、まあそんな感じですかね、はい、こんな感じですかね。続きレクチャー、はい、じゃあ
で、まあちょっと、まあ一周、じゃあまあできました。はい。で、まあなって、まあ、2周目もめちゃくちゃ難しいんですよね。で、2周目、まあ練習方法、まあ、2周目をするための練習方法、まあいろいろあるんですけど、まあ個人的にはですけど、まず多分、どこだろうな、まあさっきちょっと1周目やるときに言ったと思うんですけど、この体幹トレーニングのこの、まあ、トーマスしてきて、多分こうなると思うんですけど、そしたらここの、さっき言った左足を引いて、こっからトーマスをするっていう練習ですかね。スタートが、この、2ステップからの引いて、こう回すじゃなくて、この、半周回った状態のこのところからスタートするっていう練習方法を自分はやってました、ね。はい。なんで、まあ2周目、まあ1周できたよって人は、まあこっから、こういう感じでできるといいと思います。はい。で、あとは、なんだろうな。まあ、結構、トーマスで便利なのは、トラックスから、トーマスとか、結構、まあ、練習、まあ、ただ単純に練習にもなるし、あと、かっこいいし、まあ、使いやすい、かな。で、まあ、練習方法、まあ、チェアから普通に、トーマスに行くっていう練習なんですけど。チェアーっていろんな形があると思うんですけど、まあ、多分基本的なチェアは左足が前の右足が後ろだと思うんですけど、このトーマスの練習は多分人型チェアって言って、どう見せればいいんだろう。こうか。これでわかるか。まあ、右足が前、さっきチェア左の左足が前だったと思うんですけど、右足が前の左足が、まあ、後ろ。で、まあ、左足の角度は、まあ、90度って言えばいいですかね。こんな感じ。これ見えてますかね。見えてる。はい。見えてるよ。まあ、こんな感じで。見えてます?見えてます。で、はい。で、この形から、この形から、トーマスを回すっていう。やってみると。こういうことを多分やると、まあ、2周目、が回しやすくなるかなって思ってます。はい。これってさ、カメラ反転してないよな。ピザ左軸。これ左軸っす。ああ。あれ、はい、ってことは反転してるのか。反転してどうなってるの。ああ、反時計回りす自分は。うん。反転ってことは反転してるのかな。カメラ反転してるのかな。とりあえず。ピザは左軸です。まあ、あれですね、半時計回りなんで、うん、そうだね。まあ、はい、右チェアの人は、全く、まあ、自分の動きを逆にしてもらえれば。はい。はい、質問来てます、逆の体幹が一定以上鍛えられてないと、連発は厳しいですか?あー、なんかそんなことはない。結構厳しいと思います。おー。そうっすかね。まあ、でも個人的にはそうですね、うん、あと楽になる。まあまあまあ、それはそれはそう。そうですよね。まああった方が。まあまあ、はい、あとトラックスから見たいです。チェアからじゃなくて、トラックスっていう
やつがあるんですけど、なんか、横の方がいいのかな。どうなんですか、横の方がいいかな。あ、頭を横にした方が多分見やすい気もする。いいっすよね。ここはどうすか、はい。はい、なんかトラックスってあるんですけど、これ、まあ、こういうクエツがあるんですけど、もうトラックスをしたときに、チェアじゃなくて、人型チェアになって、この状態、これ見えますかね、この、さっき言った、見えます。右足が前の、左足が真後ろ。ここから、トーマスを練習すると、まあ、2周目も行きやすくなるかなと。まあ、やってみると。怖い。狭い。こんな感じですかね。はい。ありがとうございます。はい、コメントは以上です。はい。まあ、こんな感じなんですけど、なんか、他にありますか、ね、そうですね。じゃあ、まあ、他にこう、トーマスに関する、別にこう、つなぎとかでもいいよね。つなぎとかのこう、質問とかあれば、もう全然遠慮なく、していってください。まあ、トーマスはね、やっぱ本当こう、結構難しい技なんで、正直。難しいですよね。うん、2周とかまあいけたらそこからはガンガン伸びていくけど、こう1周まず抜くですね。そうなんですよね。1周できたけど2周目みたいなのはやっぱ結構時間かかるし、こうつまずいてる、ここでつまずいてますみたいな。まあ、あ、それでも。こうね、こう質問しがいがあるかなと思います、トーマスは。まあ特になかったら、ピザがこう、なんか普段こう使ってる使い方みたいな、つなぎ方みたいな。トーマスですか？トーマス。ああ、なるほど。あ、そうだ、ね、ちょうど来たね。トーマスを生かしたワンムーブお願いします。なるほど。はい、じゃあやります。なんか、自分の。はい。あのなんかドロップの、まあ、なんかトーマスに入るドロップみたいなのが、はいはいはい、まあ、あるんですけど、はい、それをやります。お願いします。さっき言ったのはい、いまーす。あ、なるほどね。まあ、いろいろこう入ってドロップして、フロアトラックスかトーマスみたいな、ね、そうですね、はい、そんな感じ。エイトラからトーマスのコツをお願いしますって言われて、いや、これできる、エイトラできないんですよね。はい、終わり。まあでも、まあ、できないですけど、まあ、でもチェアから、まあ、いや、これは一応できるけどそんな変わらんと思うな。本当ですか？うん。なんか、だから人型行って、人型からトーマス行くみたいな感じでやれば。まあでも多分そうっすよね。うん、やったことないな。チェアからトーマス、そうっすよね。そう、要領だから、そんなにね、変わんないと思う。トラックスからトーマス、うますぎじゃないですか。え、なんて言いました？トラックスからトーマス、うますぎじゃないですかって。ありがとうございます。いや、マジで。いや、そうだった。トーマスを使った好きなつなぎってありますか？トーマスを使った好きなつなぎか。ああ。好きなつなぎか。なんか、一周だけ、なんか、チェアトラができるんですけど。うん、はいはい。なんか、なんていうんですかね、チェアトラックスって言うんですかね。うん、そっからトーマス入るのは好きですけど。お願いします。今できたな。いきます。手がつくなよ。いつもこんな感じですか？配信。うん、まあ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 。
怖えな。いきます。おお。まあまあまあ、まあね、まあちょっと 家狭いからね。はい、コメント来てます。2週目の時に腰が落ちてしまうのですが、はい、解決方法はありますか？2週目、ね、これはね。2週目か。1週目はちゃんと高くいけるけど、2週目腰落ちちゃう問題。あと、あの、ちょっと意識したら変わるんですけど、はい、あの、その1週、俺もあんまり、なんか、トーマス結構流す人なんですけど、あの、ちゃんと乗せるトーマスもできるんですよ。なんて言えばいいのかな。手の入れ替えあるじゃないですか。はい。この手の入れ替えをしっかりと、こう、乗せに、肩に乗せに行くっていう意識でやると、結構綺麗に腰も上がって、まあ、2周目が腰が高い状態のまんま、まあ回せるんですけど、どうすかね、ちょっとやってみようかな。どうすかね。なんか流すトーマス、まあ、自分流すトーマスなんですけど、うん、なんかまあ言ったら普通にスピードとかでまあ流しちゃうトーマスなんですけど、乗せるトーマス今できるかな。いきます。ちょっとなんかスピード遅くなるんですけど。押せる押せるみたいな。わからん。わかんないですよね。わからん。なんていうかな、難しいな。え、体重を乗せるってこと？なんか、結構多分流しに、なんていうのかな、手をしっかりと乗せに行く。うん、多分大体流れてると思うんですよね。はいはいはい。それをしっかりと。そうですね、そうですね。うん、まあ、それを緩めてても乗せに行く練習をしてみてはいかがでしょうか。どうでしょうか。うん、ちょっとトーマス遅くしてしっかりと手を乗せに行く練習。あと、なんだろう。単純に多分体幹とか多分まあ、なんか極論なんですけど、多分体幹とかやると結構変わると思うんですよ、ね、うん。開脚どれくらいできますか？開脚俺全然できないですよ。めっちゃ硬いっす。わかるかな、これ。わかります？どう見せる？正面の方がいいでしょう、ね、うん。これでわかりますかね。まあわかる。体の硬さもこんなっす。これで分かりますかね。まあ、90度は開いてるけど、120もいってないくらいですかね。なんて言うんですかね。まあそんな。あるか。こんな感じですかね。こんなに柔らかくないっす。なるほど。はい。あと、あの、まあ結構広げたかったら、なんかかかとに力をなんか入れると、まあ、かかとに力を入れる。かかとに力を入れるって言うんですかね。なんか、なんて言うのかな。なんかつま先をちゃんと伸ばすっていうか、伸ばす。なんか固めてあげる。といいって聞きますけどね。その開脚とか。あんまり自分は意識してないですけど。なるほど。はい。あと何かありますかね。足を床に擦らないコツをお願いします。俺に擦るからな。もう完全にこれ。それこそ、ちゃんとゆっくりしたトーマス、スピードを下げても、手をちゃんと乗せに行って、腰を浮かせる。まあ自分は多分2周くらいだったら多分できるんですけど。まあゆっくり
トーマスを回しながら手をしっかりと乗せに行って、まあ、あと、さっき言った、かかと、まあ、足も広げるようにするのが大事。よし。いやー、うざい多分2週くらいしかできないんですけど。こんな感じですかね。はい。1週、2週だったら。はい。まあ、そんな感じですかね。40分経ったし。じゃあまあ、とりあえず、あと他になければ、まあ、これにてって感じではありますけど、ピザ的には何かある、こう、もうちょっとこう、教えたい部分あるみたいな。まあでも、やり続けはマジで大事なんで、本当に、これはマジ、身をもって、はい、体験したことなんで、ね、やり続けて、見てください。まあ、自分はあんまり、なんか運動ができる人じゃないですけど、まあ、なんかやり続けたら、まあ、さっき、ちょっとさっき教えたやつなんですけど、その、さっき教えたやつを、まあ、1ヶ月くらいやったら、まあ、1周はできるようになったんで、この機会にちょっと始めてもらって、はい。まあ、1周回れたら嬉しいですよね。はい、はい、こんな感じで、ありがとうございます。じゃあラフにちょっとトーマスの縛りはなくてもいいんで、ちょっとピザさんのワンムーブ見たいっす。それはコメントっすか。いや、俺の希望っす。まあ、やっぱピザさん結局踊れんのみたいなとこ、多分視聴者さんは気になってると思うんで。なるほど。いや、そこはね。はい、わかりました。軽く、はい、やります。はい、よろしくお願いします。いいね。きたおー、いけ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 おい、そんなんでいいんです。滑る。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。そう、ピザはね、本当はというか、結構その、エアーチェアとスレッドを得意としてる B-Boy で、まあ、エアーチェアは前、直哉さんがやって、スレッドは前、高井戸さんがやったってところで、今日はピザが、トーマスをレクチャーしてくれました。って感じでね、まあ、2ヶ月前ぐらいから、ちょっとこう、ほぼ、1週間おきに、ベヒーモスの面々がレクチャーしていったんですけど、今日で一応終わりということで、まあ、見ていただいた皆様ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。まあ、ぜひね、まあ、ちょっと今は無理だけど、そうなの。終わったら、ぜひ新潟遊び来たら、多分ベヒーモスのみんなはいると思うので、ぜひ新潟遊び来てください。お願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあ、大丈夫？ピザ的に何か一言言っとく？はい。新潟遊び来てください。
はい、じゃあ終わります。一応ね、アーカイブ残しとくんで、はい、まあ、気になった方はもう一回見直すなりしてください。はい、ということで終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。